ギャスマイナス69は1950年代にソビエト連邦の合理系自動車工場で開発された四四輪駆動の小型軍用車両である。1953年から1955年にかけてギャス、1954年から1972年にかけては同じソ連のウリアノフスク自動車工場で生産が行われた。このことから本社を ユスマイナス69と表現していることもあるが、基本的にはユスでの生産分も含めてギャスマイナス69と呼ばれる。ギャスマイナス69は第二次世界大戦時にアメリカ軍から供与されたジープおよびジープを参考にギャスが製造したソ連版ジープであるギャスマイナス67の後継車種として開発された。エンジンは ギャスマイナス67の後期型であるギャスマイナス 67B と同じ出力 55HP の2.1リットルガソリンエンジンを搭載し、変速機は乗用車タイプのギャス M20 ポピエーだと同じ3速マニュアルが使用された。ギャスマイナス69の開発は1946年に始まり、最初の試作車トルーゼニックは1948年に完成した。 運用試験が行われた後、1953年から、ギャスの工場で、本格的な生産が始まった。しかしながら、当時のギャスでは、市販乗用車のギャスマイナス12人やギャス M20、ポピエーダ、ギャスマイナス21ボルガなどの製造などもあって、あまり余裕がなく、1954年から1956年にかけて、生産拠点を新たに設立された。 ウリアノフスク自動車工場に移動する対応が行われた。生産はユスで引き続き継続し、1971年に生産が終了するまでにギャスよびユスで計634,285両が生産された。主要生産型は2種類あり、2ドアのピックアップトラック型がギャスマイナス69、4ドアの乗用車型がギャスマイナス69アンペア、 と分類される。いずれもガスマイナス 67B と同じ出力 55HP の2.1リットルガソリンエンジンを搭載し、最高速度は時速90キロメートルであった。生産後期にはエンジンを出力 65HP の2.4リットルガソリンエンジンに換装し、最高速度が時速95キロメートルとなった改良型のガスマイナス 69M。69 M ギャスマイナス 69AM が生産された。改良型のギャスマイナス 69M、69 A、AM の生産数は合わせて1551両であった。1960年代には、ユスがギャスマイナス69をベースにユスマイナス452を開発し並行して生産が行われ、1972年にはユスによって、 ギャス -69 の後継車種となるユス -469 が開発された。ギャス -69 はソビエト連邦軍で広く使用されたほか、他国でもライセンス生産、コピー生産が行われた。ルーマニアのアロ車では、IMS-57、M59、M461 と名称を変えながら、計84,369両が生産され、 他国への輸出も行われた。また、北朝鮮の勝利自動車工場においても勝利マイナス4.15、厚生マイナス64などの名称で、ライセンス生産内視コピー生産が行われている。ギャスマイナス69のその他の派生型としては、車体後部に、3M6 シュメール対戦車ミサイルを搭載した 2P26 自走対戦車ミサイルや、ギャスマイナス69の走行装置に、 アメリカ製の水陸両用ジープフォード GPA の車体構造をコピーして一回り大きくした車体を搭載したギャスマイナス46があるルーマニアのアロでの生産型北朝鮮の勝利自動車工場での生産型ありがとうございます